エブラデイエクササイズメソッドの15日目です。今日は足を回す運動の準備ですね。まず体勢を取って体を倒します。柔らかく力づけてやらないで倒してください。この状態がなかなかできない人、11日目でやった壁を使うテクニックを使ってもらっても結構です。壁に押されて、埋めながら前に倒していく。私は壁を使ってできますので、壁を使ってやりたいと思います。前に倒しながら。体を柔らかく作ります。次、もう一つ。こちらが、いや、上から、こちら下からも。膝周りを柔らかくするのと上半身の動きとこの下半身の動き、これをナチュラルにつなげてください。はい、反対いきます。前に柔らかく倒して、上から、下から、下ろす、上がる、下ろす、下ろす、上がる、ね、下ろすと上がる。この上半身と下半身をナチュラルにつながるようにしてください。明日のワークのために十分体を柔らかく作っていってください。今日の稽古はこれで終わりです。最後スキップいきます。また明日。